はい、おはようございます。今日は7月の4日の土曜日。雨がね、思ったより降ってないんで、ね、パラパラのローライトのめちゃくちゃ釣れそうな雰囲気なんですけど、もう、で、今、養鶏場から入ったんですけど、水位がめちゃくちゃ多い。今までで一番多いぐらい水位が多いんじゃないかっていうぐらい、本当に、護岸すれすれまで来てるんで、まあ、またちょっと個人的にあんまり好きな条件じゃないんですけど、まあ、ローライトの雨パワーがあるんで、一日。まあ、とりあえず35センチ釣れるように頑張りたいと思いますんで、先行者の人何人かいるんですけど、車の感じだとやっぱ雨予報だったんです。ちょっと少ないかなって感じなんで、まあ、なんとかね、とりあえず今日5回目なんで、大井川でも5回目で釣れたんで、こんな時間かかると思ってなかったんで、なんとか35センチ釣れるように頑張りたいと思います。ということで、ね、沈み物とかこの辺入ってるんで、まあ、増水してるんですけど、浅いっていうことで、とりあえずポップアールで。で、こっち人いるんで、こっちから行きます。で、こっち人がいるかどうか知らんけど、多分いないはず。で、ここの曲がったとこが、人が入って、誰もやってないんだったら多分釣れるんで、リアルに。この角とか絶対いいけどな。またあっちいないね。後であそこ行くと、あっちはいるけど、でここ人いないんで、こっち。あ、また今日俺フットルース忘れたよ。持ってこうと思ってしまったな。先いないならあっち行こうかな。ね、あっちやっとこう。ちょっと引きちゃうから、今来るか。ああ、って思ったら人が入ってきたからやめよう。あ、行くか。止まるわな。止まった。お、いなくなった。お、やめた。今こっち側移動して、ここ人いなかったんで、ここポップアールで見たいと思います。で、狙いはここじゃ、ここも下入ってるんですけど、狙いはあの岩が積んであるとこをメインです。出ないかな。
先端かかな。よっしゃ出た出た出た、おっしゃ、予想の人取れてた。これは行ったでしょ。あいい、これは行ったでしょ、これは行ったでしょ。よっしゃ、ちょっと待って、これは取れねえ。うわ危ねえ、うわやべ、あいい、ラッキー。ちょっと待って、これ回すわ、向こうとすると回すやつ。はいはい、ダブルでかかってます。はい、うわ、はい、ありがとう、はい、ありがとう。よいしょ。怖いやつ、怖いやつ。よいしょ。これは余裕であるけど。ほい。やったー。はい、釣れたー。よそ見しとった、今。はい、35アップ来ました。雨パワー。朝一パワー。ちょっと待って、取れねえ。くっ。で、安定のポップ X でした。ポップ X じゃない、ポップ R。 めっちゃ硬いとこ刺さってるわ。ちょっと待って、俺刺すんだよね。よいしょ、ほい、傷だらけだけど40ぐらいかな。くぅ、はい、取れとったかな。今よそ見してたんだよな俺。で、ガバってなって振り向いたらルアー消えとった。おいおしょ、釣れるときはこんなもんだよね。ありがとう。ちょっと待って、ちょっと外して貼りますわ。めっちゃ硬いとこ刺さってる。くぅ、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、雨パワー、安定のポップ R P60。 おぉ、まだなかったね。よいしょ、メジャーメジャー。ちょっと待って、一回ちょっと魚つけたる。メジャー濡らす。メジャーね、いつも濡らさんからね俺。濡らせよってね。はい、ちょっと待って、ちゃんと測れんわ。まああるけどね、確実に35は。よいしょ、ちょっとちょっと上行くわ。ちょっとここの芝生の上にしときます。はい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 、はい、4ジャップ、見事な4ジャップ。はいね、40口ちょっと大きめじゃ引っ張って、を開いてこっちも引っ張って、口閉じね、口閉じ、まあ、上顎にしとくからにしとくか。で、お開き、43だね。43センチ。おばさんと熱いにやりました。はい、ありがとう。いけるか、いけるか、いけるか、いけるか。よし、ありがとう。よいしょ、そこら辺だったかな。よいしょ、はあ、よしよしよし。で、ここをこうね、今日も増水してるから絶対入ってるからね、 100% 風格はないから別として。もう落としてちょんちょんだよね、本当にちょうちんで。フリップして竿を分出して落としてちょんちょん、水面でちょんちょんでポーズで。今日さっきポーズ中に食ったから、ちょっと今日ポーズを多めにトップやるとしても、まあでも今日一日トップがメインになることは多分ない。浅いところはトップやるけど、こういう普通のレンジのところは、増水、普通に増水しちゃってるところはトップやっても多分そんなに、こういうシャローカバー
があれば打つけど、多分これがメインになることはないです。この一番手前の角、よし、いいとこ。この中はいないよね、さすがに。いたらビビる。さすがに無理だな。この奥なんて絶対嘘だよね、流れよれて。やる気あるやつはこのこっち側におると思う。くちゃってなってるからな。でもここに陣取ってるやつは DK。 ないわ。で5番のこの切り替わり、うわ痛くそう。この後半の切り替わり、草なぎ倒せ、なぎ倒せ、よし。わあ、でこう絡んだやつはもうちゃんとね切るわ。絡んだやつは持って帰るんだけど、ちょっと待って、本当はこれ外してると時間が減らいろさん切るけど捨てるんじゃないからね基本です。こういうのもね、何なんだろうね。で持って帰る分はこうやって引っかかった分はね、あ、あれか、よっか、かかった分は回収して、この木まではいいと思うんだけど、ああすごいな。でこうやってこういうことしとくと結構ね、結果バスが釣れるからね。そういうお返し、御三川の恩返しで。でなるべくこういうのは回収、無理に拾うあれはあれかもしれないですけど、まあ、本当はするのがいいけど、まあね、週1しか釣り行けないんで、ゴミ拾いとか参加できないんで、あれ、ね、やってるみたいな、何回か見たことあるんですけど、こういう時にちゃんとこういうのは取って、バッグに、ここに入れとけば、で、後でコンビニでするなり、なんなりしましょう。あ、人もいるわ。読めるし、増水しまくってるからすごいな、頭まで行っちゃってるもんね。あそこ空いとんのかな、空いてないかな。綺麗に人いるから、もうやめときます。こっちまた戻ります。いや本当は上流やりたかったけどできないから、もう一回ここの足で、あと今日行きたいのはあのホテルの前、いつものホテル対岸じゃなくてホテル側のカバーも増水するとやっぱ魚入るんで、あそこと、あと神社前のカバーらへん。うわやっちゃった。その辺を入りたいなと思いつつ、ここでもうワンバイトこいって思ってる自分。
やる気あるやつここでしょ。流れが結構向こう強く通っちゃってる。でこっちがベイトはたまるっしょ。で魚は絶対入るでしょ。はい、移動してきて、まあ神社お墓の前でいい感じで増水して、何植物、乾水植物がいっぱいなんで、もうこの辺で、今ここ雨だから多分だと思うんですけど、もう神社の横も、見えるかな、神社の横も車一台も止まってない。で、ここの駐車スペースも自分の車しかない。人はいるんだけど何人か。全然今日は動きやすい。まあそんな大チャンスなんで、今ちょっと、まさか雨止んで、でも今レインウェアも脱いで、で、ちょっと雲の間から太陽が顔を出してきて、ちょっと今日晴れる、まあ晴れないとは思うんですけど、今一時的にちょっと、ね、雨の梅雨の今の雲の間から顔を出してるんですけど、まあ、今日多分一日ローライトなんでずっとトップ系、まあ、トップはこの植物以外のところはトップは投げないけどね、多分レンジが合ってこないから、他のルアー投げた方が多分レンジが合うから。で雨が降るんだったらあのスピナーベイト投げたいかなっていう感じで、強めダブルコロラド系の強めのスピナーベイトやりたいなと思ってます。まあ いやとりあえず下手くそか。でここは川幅が広いから、さっきのとこ流れ強かったんですけど、ここはまだ流れの影響が出てない。まあここはちょっとワンドみたいになってるからね、流れの影響が出にくいところで、トップの時個人的に流れも嫌いなんで、一番条件としてはいい感じ。ただこれで釣れるかどうかは、自分の腕次第です。あと運とね。こういうオーバーハングっぽいとこ、また流れ逆流してるから、ちょっと流れに乗せて奥持ってってもらって、ここでポコン出そうだけどな。うわ、増水してもこういうカバーがあればなんか信じて投げれる。本当に完全に自分のメンタル的な部分なんだけどね、でもそれが大きいよね。先端ダメで奥、流れてって、流れてかんのかい。そこ好きなとこだな、この木の下が。ちょっとここだけ打つわ。よいしょ。
あでもこれ逆、これがな、順流だったらめっちゃよかったのにな。逆流だから。ここ結構ね、過去釣ってるからね。奥田、よっしゃ、よっしゃ、狙い通り、さすが。ポップはある。よし、また40ぐらい。よし。カバーですね。抜いちゃい、うわ。抜いちゃいます。うわ。ちょっと余裕。うわ、やべ。突っ込まれると。ハーモニカしてるから。ハーモニカ食いしてるから多分大丈夫。いやー。あかん。やばいかも。うわ。はいはい、ありがとう。ありがとう。カモンベイビー。あー、でも全然。35だな。37ぐらいと思われる。ちょっとごめん、測る？測らんでいいかも。はい。あい、ポップアール一発でしたね。そう、そこ好きなとこなんで。雲が入っちゃってる。結構深く入ってるもんね、バイト。フロントが奥に入ってるんで。いい食い方してる。ああ、てか暑い。よいしょ。まあ、入れたら一発だよね、いるところは。で、やる気のあるやつしか釣らないか。はい、ポップアールでした。安定の大好き P60。いや、マジ、ポップ、R は1個持っといた方がいいよ、トップ好きな人は。てか、ポッパー好きな人は。まあ、ポップ X も無難にいいけど。一応、測るだけ測りますわ。多分でもね、37。ちょっと待って。もうここでいっか。ちょっと水。これ竿を置いてるとき気をつけないとね、竿を車踏まれちゃうから。変なとこ置いてると。こっちでいいや。もし逃げたら逃げたりしゃあないね。よいしょよいしょ。よいしょ。ね、トップがメインになることはねえとか、さっきこれ使ってるかどうかわかんないけど、自分の手前、あ、でも40分あるわ。40。いや、でもさっきよりは明らかにちっちゃいからな。はい。あ、やっぱそうだわ。口、当時、ジャスト40だね。わかるかな？ジャスト 40？ 口閉じね。上から測っても、尾を開いて、ジャスト40ぐらい。はい、ありがとう、ジャスト40センチ。ポップ悪くった、あの木の下。まあ、ローライトで、トップじゃねえとか言っときながら、まあでもこういうああいうシャローカバーが、はい、ありがとう、すごい、元気。よっしゃ、2匹目。で、こうなってくると、トップで押したくなるね、個人的には。いやー、でもよかった。ありがとう。まあでも完全、雨パワーと、雨によって人がいない、ロープレッシャーパワーが混じってる。これだね、自分の実力じゃないんだよね。まあでも2本出てるから、間違いないとは思うけど。よし。まあでも釣れるときはこういうもんなんだよね。で、同じような感じのところ打ってくよ。うわ。で、こういう上のオーバーハング系だったら、サッシも使えるしね。と、あとこっちの対岸。ただ、あそこキャストむずいし、で、狭いから幅が、川幅が、流れ強いと、ちょっとあれだよね。あ、だからまず行こうか。新鮮か、これ。こんなの絶対いいやん。ここはちょっと五三川なのかっていう疑問はちょっとあるけど、俺も池っぽくなってるからね、あのから繋がってるんだけど、ちょっとその辺がややこしいけど、こういうカバーは打ちます。カバーを全部トップで打って、本当はポチャンゴボウのがいいけどね。浅いけど増水してるしね、チャンスだと思うんだけどね。まあでもここは投げにきいな。よいしょ。
中途半端だった。今杭とどっち狙うか迷った。スピナーベイトなんか引っかかってんね。ちょっと足を狙うにしては離れすぎてるし、杭を狙うにしても両方中途半端、下手くそです。キャスティングが大事なんです。ルアーがどうのこうの、タックルがどうのこうの、まずキャスティング1位にキャスティング2位にキャスティングって、よく村田はじめさんが昔、もう本当に25年前振り始めた当初とかによく言ってた。ここね、ちなみにこれ雨今強くなってきたけど、雨がずっと降り続くんだったら俺もう帰るからね今日。天気予報見るけどって、もう別に目標のサイズ釣れてるし、2匹も釣れてるし、これ以上やってもね、正直釣れる気がしない今この水位だからね、苦手な水位だからね、ほんとメンタル弱いわ。お、びっくりした。自分のこと今休みしとったらあっちでバシャンって出たっぽいな。ルアーに反応しないだけで、魚ベイトはね、まあ浮いとるからね。で、こうやってね、ボイル打ちして出たことが人生で一回もない。ボイルなのか、ただあんま見てなかったから。コイとかなんかが跳ねただけなのかよくわからんけど。うわーこれ雨がどうなるんだろう。もう本当にずっと強くなるんだったら俺もやんないよマジで。でもなんかちょっと帰る準備してるっていう、てか車戻る一回で、ちょっと天気予報チェックだけしてみます。ちょっと雨足強くなってきたねだいぶ。で天気予報見て、雨ザーザー、もうこの後ずっと雨だよっていう感じだったら、まあ、一時的だと思うけどね、初めの予報からすると。ちょっと車戻ります。で今車戻って天気確認したら、1時と2時の時間が雨になってて、まあ1ミリとか2ミリで、今12時過ぎで、残ってても3時からの4時までなんで、今日も釣りは1時間しかできない感じなんで、まあちょっと早いけど撤収したいと思います。ということで、まあとりあえずね2匹釣れたんで、まあ良かったかなと。まあ朝の本当にモーニングバイトの時間にのもう大好きなポップアールでした。で2匹、まあそんな感じなんですけど、まあ本当にまあ雨パワーを使ったっていう感じなんですけど、まあそういうのも味方にしながら、来週からは大井川で頑張りたいと思います。もうちょっとね、正直御三川はもうね狭いんで、自分の行きたいところももうまたここかよみたいな、多分見てても思ってたと思うんで、ちょっと気分転換にもちょうどいいかなと。大井川で、大井川も多分長い戦いになると思うんですけど、まあ本当に大井川はトップとプチビッグベイト、この2つをメインで攻略していきたいと思います。ということで、まあこんな感じなんですけど、またでちょっとね、この動画の後からあとなんかちょっと犬の動画もちょっと
ちょくちょく更新しないとあれなんで、その辺もちょっと更新するんですけど、ちゃんと釣り行ったらちゃんと釣りの動画も更新しますんで、よかったら見てやってくださいということで、ありがとうございました。さようなら。